アンドレイ・アーブグストビチ・エベルガールトは、ロシア帝国の軍人、海軍大将、第一次世界大戦初期の国会艦隊司令官、領事の息子で、ギリシアで生まれる。エベルガールト海軍大佐第一次世界、大戦勃発時、国会艦隊は、戦列艦旅団、水雷大隊、潜水艦大隊、総海底部隊等からなり、主要基地として、セバストポリ、オデッサ、バトゥーミ、 広報修理基地として、ニコラーエフを有した。10月14日までに動員がおおむね完了した。オデッサ防衛とドニエプルブーフ家隊の進出のために、特殊支隊が編成された。最高司令部は、オスマン帝国の参戦を可能な限り引き伸ばすために、遠洋航海と戦意南部の偵察を行う権限を、エベルガールトに与えなかった。しかしながら、ドイツ帝国の巡洋戦艦、 ゲーベント計寿命館、ブレスラウがオスマン帝国に条とされ、10月29日にオスマン海軍艦艇がロシア沿岸各地を砲撃したため、ロシアはオスマン帝国に戦線復刻した。エベルガールトはオスマン帝国海軍に対して積極的な戦闘行動を開始した。 エベルガール都市機関の艦隊は、1914年11月5日と1915年4月27日の海戦で活躍し、ゲーベンを損傷させた。その外、国海艦隊は、カフカース軍の沿岸部隊を支援し、沿岸要塞を砲撃し、ボスポラス海峡を封鎖した。1916年6月28日、アレクサンドル・コルチャークと交代し、 ロシア帝国国家評議会議員に任命された。1917年1月、海軍省会議議員を兼任。1917年12月13日、退役。1918年、チェーカーに逮捕されるが、間もなく釈放された。ありがとうございます。